冬戦争でフィンランドが使用した火炎瓶火炎瓶は瓶にガソリン、灯油などの可燃性の液体を充填した簡易な焼夷弾の一種である。原始的な爆弾の一種とも言われる。冬戦争における孤児からモロドフカクテルとも呼ばれる。中身によって威力、殺傷能力が大きく異なる。中身がガソリンの場合は燃焼というより爆発といえる規模の被害を及ぼす。 ところが日本では日本共産党が中国共産党を模倣して武装闘争をしていた時代の1956年に最高裁判所が炎上はしても爆発ではないと火炎瓶は日本の爆発物取締罰則の対象とはみなさないという判例を残したそのため渋谷暴動事件など警察署襲撃事件東方十字路事件など成田空港関連施設や 警察官居宅への放火テロ事件に、学生運動、審査翼が火炎放射器やゲバルト棒と共に、テロやデモに頻繁に利用していた。これが変わる契機となったのが1972年の浅間山荘事件である。この事件によって、それまで無関心や、むしろ擁護が多かった、学生運動、審査翼に対する世論が強い批判へと一変した。 これを背景として1972年以降は、新法によって、火炎瓶という独自のカテゴリーでの規制対象となり、人の生命や体に危険を発生させた場合には7年以下の懲役刑、製造、所持した場合には3年以下の懲役刑か10万円以下の罰金刑と定められている。その後も柴山町長宅前臨時発出所、襲撃事件、 大阪火炎瓶大量発射事件や姫ゆりの当事件など平成諸島まで現役の活動メンバーがいた審査翼のテロ利用が摘発対象の多数を占めていたしかしメンバーの高齢化や脱退など震災翼の衰退以降は神戸テレクラ放火殺人事件や宝塚市役所放火事件など政治的イデオロギーではない理由が占めるようになっている到敵された 火炎瓶は、着地した衝撃で瓶が割れ、燃料が飛散するとともに発火する。つまり、着発式の投擲武器である。瓶に、ガソリンや灯油を入れ、布などで栓をするだけでも、火炎瓶として機能する。この場合、火種をつけてから投擲する必要がある。密封が甘いと、投擲時に詰めた布が外れてしまう事故が起きてしまい、投擲者自身に火がつく恐れがある危険な武器である。 この素朴な方式の火炎瓶は身近な材料だけで製造できるため即席兵器としてよく見られる。特にガソリンを用いたものは爆発するように発火するので殺傷性が高い。これに対して塩素酸塩や重クローム酸塩と硫酸の化学反応を利用して発火させる方式は添加の必要がなく安全性でも優れている。具体的には 片方の物質を火炎瓶の外側に塗布し、もう片方を燃料に混入して、火炎瓶が割れた時に混ざるようにするものである。タイにおけるデモで火炎瓶を投げる参加者軍用としては、手榴弾に比べて殺傷力が劣り、梱包爆薬ほどの破壊力もないため、もっぱら急増の対戦車兵器として使われる。敵装甲車両を炎上させて、戦闘能力を低下させる。特に、 ガソリンエンジンの車両は燃料に引火して爆発炎上しやすい。本格的に使用された初の戦争は1936年からのスペイン内戦とされる。1939年のノモンハン事件の際には日本軍の対戦車兵器として使用され、サイダー瓶を使った急増加炎瓶を肉薄して戦車に投げつけ対抗した。ソ連赤軍の主力であった BT 戦車は ガソリンエンジンだった上、車体の塗装に使われたペンキに引火性があり、火炎瓶で攻撃すると容易に、動力部まで引火し炎上した。しかし肉薄攻撃を強いられるために、損害も大きく、赤軍が戦車を無塗装にするなどの対策を取り始めると戦火は落ちていった。そもそもソ連側の損害は主に94式 37mm 速射砲によるものであり、 火炎瓶は格差した戦車に止めを刺す形で使用されることが多かった。日本軍の使用する地雷や手榴弾、火炎瓶は低型体系で攻撃するソ連戦車には大きな脅威とはならなかったとされる。ノモンハンの戦訓から以後赤軍の開発する戦車は軽油で動くディーゼル機関化され、後の第二次世界大戦に役立つことになる。 モロトフのパンカゴことソ連製ラブマイナス3収束爆弾同年末のフィンランドオフ戦争の際にもフィンランド軍が対戦車兵器として使用した。当時のソ連外相モロトフは国際連盟でソ連の無差別爆撃について追求された際に資本主義に搾取されるフィンランド人民のためにソ連軍はパンを投下していると強弁したことがあった。このため ソ連軍のラブマイナス3収束症遺団が、モロトフのパンカゴと揶揄された。そして、火炎瓶は、パンカゴに対するフィンランド人民からのお礼のカクテルの、意味で、モロトフカクテルと名付けられ、以降火炎瓶の代名詞となった。新東京国際空港の反対運動でも、火炎瓶は用いられた第二次世界大戦における、ドイツ軍では、ガラス容器を二重にして、 バレルと2種類の液体が混合して発火する化学、反応型の火炎瓶兵器を正式使用していた。第二次世界大戦後の日本においては、1950年代に日本共産党が組織した山村工作隊や中核自衛隊による武装闘争で多用され、爆発物取締り罰則違反でもっての公判が行われたが、1五十六年六月十七日の 最高裁判所判決において、同法の規制対象となる爆発物とは、その爆発作用そのものによって、公共の安全を拡乱し、または、人の体や財産を障害、損壊するにたる破壊力を有するものであり、いわゆる爆発物に該当しないとして、最高検察庁の主張を退けた。その後、1971年11月19日、 沖縄返還協定反対デモが日比谷公園内で激化し、その中で過激派の学生の投じた火炎瓶が松本楼を直撃し、2代目の建物を消失させるなど、1970年代の学生運動や三里塚闘争でよく使われたが、当時の法律では火炎瓶自体については規制することができなかった。しかし、1970年代初頭の 浅間山層事件で審査翼への注目、批判が高まったことで、火炎瓶をガラス瓶その他の容器にガソリン、灯油その他引火しやすい物質を入れ、その物質が流出し、または飛散した場合に、これを燃焼させるための発火装置または点火装置を施したもので、人の生命、身体または財産に害を加えるのに使用されるものと定義して規制する。 火炎瓶の使用等の処罰に関する法律を制定し、1972年5月14日、施行した。比較的作成が容易で、さらに昨今では、インターネットの普及で、簡単に作り方を調べることができるようになり、未成年者が興味本位で作成し、いたずらに使用する事件も起きている。他、暴力団構想にも用いられている。兵器。 武器法令等を使用した、組織使用された、運動等を使用された、事件ウィキメディアコモンズには、火炎瓶に関するメディアがあります。ありがとうございます。